これが昭和25年の旧町名が入った秋田市内の地図です。今回は矢橋方面から、通り町六道の辻までを見てみますので、この辺ですね。これが北鉄砲町、花館町、南鉄砲町、表鉄砲町ですね。で、ここに仁松院があります。ここが六道の辻になります。この辺を見ていきたいと思います。これは秋田県公文書館で、閲覧できる、寛宝2年1742年の、地図です。これは今牛尾街道の矢橋方面から六道の辻、通り町までの絵図なんですけれども、これによりますと、ここが林松院、あとこれとこれ、ここが足軽屋敷になっています。鉄砲町ですから鉄砲足軽がいたんだと思われますが、腑に落ちないのはですね、実はここに、牢獄、牢屋があるわけですよ。で、いわゆる江田町がこことこことここに3つあります。で、背中合わせにですね、ここにやっぱり足軽町があるわけですね。ここも足軽、向かい合わせに足軽町があるわけですよ。ということはですね、公務員、足軽って言っても一応武士ですからね、公務員アパートの中に、江田の人たちが住んでる、ということなんですね。公務員アパートの、例えばその、同じ棟の背中合わせに、江田の人たちが住んでる。つまり江田というのはどういうものか、ちょっと今疑問に思ってるんですね。これはいわゆる家督町、大町に住むその専売ですね。それと同じようなもんだったんでないかなって今ちょっと私が想像するわけですが、牢獄の管理や、いわゆる罪人とか動物の死体処理、革製品なんかを扱ってる専売の、その家督町扱いの、そういうもんだったんじゃないかなと、差別部落とはまたちょっと違うんじゃないかと思うようになってきました。これが現代の、これ林松院、ここが六道の辻。大体、この辺になるわけですね。いわゆる江田町っていうのは、これが今回の疑問です。はい、ここから始まります。右側のこの通りが、町並みの始まり、右側左側、ここが江田町になります。昔の面影は全然ありません。しばらく続きますが、道路の幅は昔と変わらないようです。はい。それともう少しですかね、牢獄の入り口が、この辺が、ここら辺ですね、が牢獄の入り口だったみたいです。3軒分ぐらいで江田町が終わりまして、あとは足軽町になります。鉄砲町っていうくらいだ、鉄砲足軽が右と左にいたんですね。ここが鉄砲町交差点です。この道路は当時はなかった道路で新国道と言います。ちなみに、この新国道は昭和14年着工、道16年竣工です。ここから先がまた牛尾街道がまっすぐ続きます。
まあ、右と左に足軽、長屋が並んでまして、まあ、ここは鉄砲は足軽ですね。ちなみに、この時代、戦国時代終わりますと、戦闘員の足柄は皆、リストラになりまして、この当時は、まあ、係長クラス、いわゆる軍曹、下士官クラスの身分だったらしいです。まあ、雑用とかそういうものも担当したようですが、ちなみに給料が、3両2分、そば、かけそばに換算すると、約30万円。大工さんの給料に換算すると、まあ、30から70万円の間、米自体だと、1両っていうのが6万円ですので、3両2分とすると20万ぐらいですか。これ多分年間の給料だと思うんですが、だいぶ厳しいですね。この先が、六道の通じになります。このマンションの裏が臨床院になりますね。ぐるーっと回りますと、この左側にね、昔、おばあちゃんがね、土壌を咲いてくれたんですよね。懐かしいですね。私が小学校の頃ですが、はい。小学校の頃よく買いに行かされました。ちなみにこんな感じで土壌を咲いてくれて、ポンと切った頭を縦にこう並べておくんですね。そうすると口をパクパクしてね、それをじっと、見てました。はい、そんな思い出です。だいたいこの宿泊を合わせまして、で、これでこちらに移します。六道の辻、この堀をどうなってるか、はい、ちょっとこの方向が若干これとこれが合わないみたいですけど、だいたい縮尺は合ってますんで、これを中心に、まず横方向を合わせます。だいたいこの中心を合わせて方向を合わせます。今回はこちらの方向なんで、こっちの通りにだいたい平均的なところを合わせます。そうすると堀の端っこがこの辺に、つまりこれでいうこの辺ですね。この辺が堀の端っこになります。ということでこういう感じになるわけですね。これが堀の格好になります。これが土塀ですね。わかりづらいかな、よく、六道の辻、復元図できました。こんな感じでーす。どうでしょうか。
矢橋方面からこう来て、ここに、土塀にぶち当たって通り町の方へ行くと、水路がこういう具合にあってね、いかがでしょうか。